じゃあちょっとね、あの一斉にこう。じゃあちょっとまず旬から読んでください。はい、まずコロナの前と後で、まあ、何か変化を生じましたかということで、まあ、ちょっとこれ具体的にはなんか主に多分ちょっと経済的にはすごい大変だっていうのはあの新聞等で拝見させていただいたんですけど、現在の心境というか、ね、先ほど大前自弱という言葉が出たんですけど、今回のコロナでもう大前自弱だったのかってすごい気になりました。もう一つはあのちょこれ一つ目の質問ちょっと若干付随してるんですけど、コロナの前と後でこう実際相談に来られる方の相談内容等にやはり変化が生じていると僕は思うんですけど、具体的に何かこうどういう変化が生じているのかっていうのと、あと今一番寄せられている質問は何なのかなっていうのがすごく気になったのでお聞かせいただきたいなと思います、うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあサチ、はい、私は一つ目はどうやって自信をつけるのって書いたんですけれども、もうあの初めレンさんが話しているところからなんか悟ってるなって思ってて、その自信っていうよりはどういうきっかけで悟りが開いたのかなっていうのを知りたいなって思って、二つ目はもう趣味は何ですかっていう3つ目はゲンさんすごいたくさんの相談を今まで受けてきたって拝見したんですけれども、その相談の解決方法とかどういった時に解決したって分かるのかなっていうのを知りたいなと思いました、うんうんうん、はい、ありがとうございます。じゃあゆきひろ、はい、これ結構分かると思うんですけど、ご自身が考える結婚ってこういうどんなものだろうと、これだけは人に負けないこと、とご自身なりの人間関係のコツを聞けたらと思います。ありがとうございます。はい、たくみ、私は一つ目が一番自慢できること、まあ、そのエピソードでも何かそのものでもいいですし、なんかそのやっぱりいろいろ経験されてきた中でその得られた、まあ、自信みたいなところがあると思うので、まあ、そこにちょっとつない近いんですけれども、まあ、一つ聞きたいなっていうところ、あと感動したことっていうところがあって、やっぱりその先ほどの話の中でもなんつうんでしょう、あまりその外部に対して刺激を感じづらくなってきてるのかなっていうところを、まあ、なんとなく聞きながら思うことがあって、まあ、その最近でもいいですし覚えている、あこれはすごい良かったなみたいなところで感動したことっていうことを聞きたいです。さんが良さげな答え、いや全部それぞれ、どこから行きますか、ジェンさん、それぞれが、最初のどうやって自信をつけるのでいく、じゃあさっちのどうやって自信できるか、はい、自信雷たちうらち、もう古いな、こんな知ってるやつ多い、分からなかった、分かった、いや、なんとなく小学校で聞いたことあります、分かります、分かる、自信雷たちうらちでしょ、そういやもう格言みたいな一番怖いもの順に並べていったら自信、次が雷、次が火事で、最後に親父みたいなっていう、ただそれだけ、ただそれだけ自信ってのは、自信の裏返しは不安やね、ただ不安っていうのは経験してないからやね、初めてのことってみんな不安やね、自信のつけ方っていうけど、まず人間が好きじゃないとあかん、人間に興味持たないからな、それを外見や容姿でとか、例えば臭い汚いって言い出したら人間に対する距離感ができてくる、苦手なやつができてくる、自信の裏返しと今みたいに苦手な人、避ける人、イコールそういう人が言われたと当然不安や脅威やみんなあるやんか。だから一個一個自信をつけるためには、例えば10人トイレやけど10人の経験を喋ってみる、人間に対して、人間に対する自信のつけ方、それが物に対してもできてくるやんか。そういう段階を踏まないと自信は積み重なっていけへん。なるほど。じゃあ今の話で言うと、すごい苦手だなと思っている人にこうあえて話しに行って、そこで自信をつけるってことなんですか。そうそう、おはようの一言で言う、必ず苦手やと思ったら相手も苦手や思ってる意外と意外とどこのグループ組織でもとにかく集まったら必ず苦手な人は生まれますな。でもそれを自信をつけるというのは、あこの人多分好きな人は黙って、好きが好意を持てる人は自然やけども、苦手な人も同じように挨拶程度はして克服じゃないけど、とりあえず慣れる、
克服にまでなれる、おはようってこうやってやった時には、経験を積んでいって自信のつけ方っていうのは基本は素直に聞くこと、まず素直になるほどって聞いとかないと、先人の知恵で、いや今は時代が違うからねっていう、とこで入っていかない、耳を閉ざしたらか常に開いとか、そういうのが大事、一つ一つよ、これ一日一個ずつ自信つけていったら1365につくんやから、極意は、それを10年やればもう無敵になれる。これからあなたたちがやるんやったら、まず一つ一つの経験をやっぱり逃げないで積み重ねていく、必ずトラブルや問題は起こります、その時に逃げない、聞いてみて、どうですか？いや、もうその通りだなと思うんですけれども、これを素直に話を聞くとかいうのをやるのって結構難しいことだなって実際は思いました、確かにね、嫌いな人とかの意見を、嫌いっていうか苦手ってこと、苦手の克服っていうのは、本当は苦手の克服はないに越したくないので、好きなことをやってたらいいよ、でも必ず邪魔する人、苦手な人今すぐ世の中には避けて通れないのが、だから避けずに、俺やったら俺のやり方やの蹴飛ばすか飛び越すかしかいつも思うよ、ね、でもそこはみんなパワーが当たり前ないんやから、避けず、避けることもできへん、飛ぶこともできへんかったら、とりあえず、そこを蹴り飛ばすこともできんねやから、苦手って思わんことを自分が自分で飛び越えるんだ。そうなんだ。いや、僕も結構苦手って思っちゃう人めっちゃいるから、すごい。その時は、あ、苦手な人だって自覚、認識すればちょっと変わりそうですね。来たみたいな。うん、言いますね。楽しみよね、その人と何かをこう見つけて、それしかない、さすが通らない、どの世界行ってもこうが嫌やから次行ってもかなり存在します、どこ行っても必ずおると思う、そういうもんだと思うから、準備はできるから、そう、それ飛び越えた自信になる、具体的にこれから始めようって何か思ったことありますか？逃げないですよね。逃げない。逃げがちなので楽な方に行こうとする癖があるので、じゃあ自分どんな人とも自分から話そうかなと思います。仮面かぶってなさい。そうです。